皆さんこんにちは、篠田です本日は、クローズガードからの、ペンデュラムスイープをちょっと紹介したいなと思います。じゃあ受け手の方は、じゃあ早速お願いします。じゃあお願いします。でまずこのクローズガードから入っていきます。で、普段のペンデュラムスイープですと、この腰を切ってアンダーフックを作るときに、足を開いてエビをするんですよ。まずその動作を省略したいです。なので受け手の方はここら辺持っていただいて、私は、いつもこの道着のこの縫い目のあたりを持ってきますね。で持ったらアンダーフックするんですけど、エビをするのではなくお尻を浮かしますね。まずでこのお尻を下げながら同時にこのように入ってます、ね、このようにして入っていきます。お尻を浮かせますね。で入れるのと同時に足を解放してここまでいきますね。これはもうエビした後のと同じ形になります。でここまで入れたら、もちろん相手がベースが前にあればこのまま開けば、開いて足を開けば返せるんですけど、相手は、ね、嫌がってちょっとベースを上に真上に通ってきますね。なので私は一度、この足を地面に踏んでこのように伸びていきますね、ラストガード、スパイダーガード、ラストガードするような要領で一度完全に半身になってきますね。このでこのままこの落差を使って開くことによってさらに強い力が生まれたら、相手が今完全に乗ってるので、この左足を下げながら右足を下に下げると、このように返すことして、でマウントポジションをキープしていきます。もう一回いきます。まず、この余りですね、まあこの肩に近い、まあ、ここら辺ですか、大体使ってますね、掴めたらお尻を浮かしますね。アンダーフックしに行って、しに行くと同時に足を解放します。でこの時に足を少しこのようにクロスします。でエビをしていないのに、エビをした後の、ね、位置までお尻を外に出すことができます。でこのまま今相手のベースが前にあれば、そのままねこの右足と右手のこの引きで引き出せるんですが、相手がベースがある場合は一度、股間を相手にぶつけるような感じで上に持ってきますね。そのまま寝てここまで持ってくる。でここでワンポイントなんですけど、少しこの右足を下げて左足を押し込んでしまうと、若干その内ももですねを使って蹴ろうとしてしまう人がいるんですけど、そうすると強い力が生まれないです。なのでここまで持ってきたら右足を畳みますね。畳むことによってこの後ももの後ろ、このハムストリングスを使って相手を押し出せるので、より強い力で相手を送り出すコツがつかみやすいです。ここまで持ってて、こうですね、押し込みます。押し込んで最後足を畳んで、マウントポジションまで作っていきます。最後の回です。意識してほしいことは、落差を使うこととエビを省略することと落差を使うことで、最後はハムストリングスをいかに使えるかなので、内ももで回数するとあまり力めなくなってしまうので、完全にこのこういうふうに使いたいです。その時に下げながらやってしまうと、どうしても人によってはこの内ももを使って返そうとしてしまって、あんまり強い力が生まれない時があるので、そういう時は足をこういうふうに畳むことによって、もうハムストリングスで蹴り下げることだけに、ね、なんか集中できて、すごく返す感覚をつかみやすいかなと思います。出していきます。持ってきますね。まずはこの辺りですね、掴んでいきます。お尻を浮かしてアンダーフックしていきます。していくのと同時に足を離して、このようにエビした後の状態を作っていきます。相手のベースが真上にあれば、一度足を腰をくっつけていきます。そのまま肘を開きながら右足を開いていきます。ここまで来たら畳みましょう。畳むとハムストリングスを使って、これより振り下ろすような力をより使いやすくなるので、簡単に相手を返していきますね。最後はマットに手をついてフィニッシュしていきます。以上になります。じゃあちょっとやっていくよ。じゃあ、俺からいいですか。はい、じゃあ、大変厳しいです。あ、じゃあ、山田君いいですか。もう、もう、もう、こっちでいいですね。はい、この腕を後ろあたり使います。ケツを上げることによって、ワンムーブで入りながら、足をこのような形でクロス。はい、ここから、腰を上げていくという作業の時、この時、まあ、ラストをかけるようにとかさっき言ったら、ラストスイープをする要領で、一度、はい、この動作、ね、はいはい、このことか、はい、ラストスイープをかける直前の動きを、そうです、やると、あれ一回ここで反応をまずつける、落ちるときに一気に足を開きながら左足を、そうですね、持ってきます。で畳んで、こちらの方向に、は
ですけど、透析機のようにここを使う。そうです、はい。もう一度持つ、お尻上げて、はい、はい、ここでも行かない、まあ、乗ってたら行く、はい、胸張って、多分効きそうないやつは乗って、はい、そしてそうです、はい、こう、はい、おう、どうですか、その私の100倍うまいですどうですかやってみましょう。そうですね、脇の下に近い、結構まあ、はい、あの脇に近い方がいいかなと思います。腰上げてすくう、この時に、はい、ここはパッなんかスペースない時はその入れに行くタイミングで腰を下げて足を開くので、その時ちょっと隙間が生まれるんですよ、はいはい、でここまで行ったら相手がベースを取ってきた場合は左足をついていただいて、腰、そうですよ、股間をくっつけに行く感じです、はい、でくっつけてその落差を使って一気に足を開きます。足を引き出す方法を開いて、そうそうで、そこを畳むことによってハムの力で返す。そのままダメ出しできるチャンス、いや、すいません、なかなかないわ。そうですね、どうですか、あ、いいですね、どうですか、ここで返すってすごいペンデラスで重要はポイントになってくるんですけども、あの力伝えるという意味でこれ、確かにここにフォーカスできて、うん、押し出すって感覚が分かりやすいです、うん、伸び上がる、まあ、理屈としてはすごくいいなと思ったけど、割と窮屈には感じなかった。あ、そうですね、なんか、ね、ベースが、うん、あ、そうかそうか、何もか一応片ベースの伸び上がるから、はい、多少窮屈だけど、まあ、一応やった方が、そうです、はい、あのより相手のなんか下に入れるというか、裏下がれば、相手をおっとっとみたいなので、だんだん相手のベースまで出しやすいかなという感じでした。はい、これ、じゃあ、行きますか。ここですね、はい、そうそうそう、そこです、ちょうどそこで持ちやすい、上げて、ズダンと、で、この入れながら足を解放するかも同時でちょっと開いちゃうんですけど、はい、開けば、そうですね、はい、ですね、で、相手のレースがあるんで、押し、そうですね、股間をぶつけに行って足を一気に、そうですね、開いて、ナイス、素晴らしいです。結構ショーだって、これ返したら絶対こうなってるね、正座じゃない、結構シュースから見てると、横向きマウンテ的な足の形になってからこう、うんうん、それはやっぱりこう、そうです、多分あのハンスリーに使いながら、はい、意識してるからかなと思います。なるほど、ペンデラのスイープ、確かに技術編成の話がまたしとくと、確かにね、最初は私もね、ここを曲げることが多かったですね。で、翔がおっしゃると、こう横に発射することがあの多かったですね。で、なんか今は今というか、まあ、私があのベジカルに説明しているものは打って、この仮足をね、この仮足をここに入れてマウントした瞬間にもうなんとかな、しっかりと膝が締まってるマウントを作るようにという指導をしてますね。でもね、私自身も昔はここ畳んでましたね。畳んでここでまっすぐ振り下ろした方が、まあ振り下ろす力自体は絶対強いですね。で、まあそのようにやって出たんだけど、確かにね、ただその終わりのフィニッシュが、まあ、横向き、フラットの相手に対する横向きマウントみたいな形になってしまうので、なんか割と暴れられることが多かったかなみたいなね。あと、この挟み込み、両足使えた方で、なんだろうな、なんか返しやすいかなと思ったことのが番で多くなってきたかなみたいな。私の中の技術編成の話、そんなことがありました。ただ前に押し出すよという話は確かに、ここでね、ここを使うということよりは目いっぱいここを使ったのがね、まあ、全体的には決まってると思うので、これはこれで非常に未だに有用な会社なんだなと思いました。はい、ありがとうございます、以上になります。